はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト1続きやっていきたいと思います。前回ね、パート1にしてね、レベル5まで上げたんですけど、と言いますのがね、もう一気にね、東の方に行こうと思うんですけど、ちょっとね、敵が強いので、まあ寄り道してもいいんですけどね、どっちみちその寄り道する場所も鍵があったりするので、鍵欲しいんですよね。もうレベル上がると思いますけど、前回実はね、ちょっとね、うろうろしてまして、大サソリとか出てましたよね。ここのラダットームの左側かな、そこら辺にも実はいるんですけど、そこはね、収録してなかったんですけど、まあ、どっち行こうかなと思って、結局はマイラに行ったって話だったんです、実はね。まあ、行けるかとか思ってね、途中でいろいろ予定は変わるので、まあ、毒沼だけちょっと気をつけていきたいかな。で、ここの上がマイラだったんですよね。この下ですけど、まあ、実はここね、ちょっと強い敵がいまして、あ、大サソリ。これがちょっと強かったね。まあ、このぐらいは普通に強いんでね。お、上がりました。まあ、ここまで上げれば大丈夫かな。まあ、さーっと行ってしまいたいっていうのがありまして、松明使わなくても道はここ、実は下に一本道で行けばいいんですけど、まあ大丈夫か。もう横もありますけど、ちょっと横は寄らないです。お、だいぶ強さに差が出ましたね。6あれば余裕かな、大サソリ。5でちょっときついかな、だけど、HP 主人公高いんで、まあやられることはないと思いますけど、いいね。16とか25とかね。まあ、推奨レベル6ぐらいかな、ここは。お、魔法使い。これ初めてでしたよね。お、一撃ですね。だここに来てあげてもいいんだけど、いきなり来るとすごいきついので、やっぱガライの町あたりでちょっとあげた方が良かったんかな。武器買ったりとかね。で、ここだけちょっと出っ張りがあって、いけと思いますけどね。こっちはね、ちょっと敵強いんですよね。骸骨。骸骨はちょっと強いかな。そっか。あっちの方が早いとこあるからね。回復しとこうかな。あと2回使えるからね。そこの町まで行っちゃえばいいので、お金も貯まってるもんね。1回ぐらい戦闘あるかな。お、いいね。まあ、1枚は勝ちなんで、とりあえず。いざとなったら薬草あるんですけど、ちょっとあんま使いたくないので。はい、リムルダール来ました。とりあえずはね、まあ、いろいろあるんですけど。ここはリムルダールの街ですわ。やれやれ。妻のクレアを置いてマイラの村を出て行ったのはいいが、魔物に襲われてお金は取られるし、今更マイラには戻れないし、とほほ。なんか扉ありますよね。お兄ちゃん誰？見かけない顔だね。旅の人なら僕ん家の宿屋に泊まっておいてよ。もう一回泊まらせていただこうか。いや、あそこになんか人いますよね、右にね。私は旅の商人です。さて、ここらで商売させてもらえますかな。はい、222も溜まってますね、いつの間にかね。
姫の翼1個いるかな。あとはとりあえずいらない。武器屋、防具ちょっと買おうか。あんた知ってるかい？マイラの村の北西には小さな祠があってよ。その祠には変なじいさんが一人住んでいるぜ。どいてくれ。オッケー。まだ買えないね。鉄の斧とかね。すげえの売ってるけど。まあこんなん買っちゃえばね、もう強いから。お金が断然足りないと。また後で来るってことですよね。じゃああなた誰？今着替え中なんだから出て行ってちょうだい。これ一見調べられる。お、気になってます。あ、買わなくてよかったね。でも2個持っててもいいよ。おっ。あなたもその姿からすると勇者ロトのファンでしょ？でもロトの生い立ちは本当に謎めいてますよね。何でも外の世界からやってきたという話もあるし。誰でしょうね。ロトね。もう誰かいますか、ね、今にも竜王が襲ってくるかと思うと落ち着いて商売もできませんよ。やがてこの町を魔物たちに、ああ神様。竜王に太刀打ちできるような武器や鎧がこの世に存在するのだろうか。誤解予言書、ほほ、お主はロトの子孫じゃな。何も言わなくともわしにはわかるのじゃよ。聖なる祠を訪ねてみたかね。いいえ。南へ行ってみるがいい。まあそうなんだけど、南に行ってもいいんだけど、ちょっと敵強いと思うので、まだいいでしょう。とりあえず鍵ね、ここにあるんですよね。戦士も指輪くらいは身につけなくては、それもたしなみの一つだからな。指輪だそうです。風紀言い伝えでは、ロトはこの地の西の外れに虹の橋を架けたそうじゃ。そして魔王の部屋の隠されたる入り口より闇に入ったと聞く。旅のお方よ、もしそなたがロトの子孫に会うことがあったなら、今のわしの言葉を伝えてくだされ、きっと役に立つはずじゃ。なるほどね。はい。そしてなぜか入れない場所が一箇所存在します。それで先ほどね、ちょっと外れの方に女の方いましたよね。ここで上行けるんですよね。まあ、いかにもここありますよって話なんですけど。もう6個ったら遅いわね。何してるのかしら。プンプン、6個。出てしまわないように。いいね、118ゴール。お、守りの種使っちゃいましょう。4も上がった。はい、鍵はいらんかね。はい。はい。満タンまで買いましょう。はい。はい。ということで、これ以上売るわけいかない。6個まで持てるんですよね。で、6個まで持つんだけど、ここ扉ありましたよね。まあ全部行ってみましょう。なくなってもすぐ売ってるのでね、近くのところ開けちゃえば、あそこ鍵あるからね。雨と太陽が合わさるとき虹の橋ができる。これはこの子アレフガルドに古くからある言い伝えじゃよ。そしてわしが聞いた話では太陽の石というものがラダトーム城に眠るそうじゃ。だそうです。ラダトーム城は最初いた場所ですね。あ、命の木もいいですね。それでまた鍵を補充してって感じですね。お、いいね。ちょっと待っとこうか。で、補充して、キメラの翼使って、ラダトームに行くので、はい、そしてね、鍵を手に入れたんですけど、道具で、キメラの翼。これを使うと戻れるので、ラダトームにね。それで、扉とかいろいろありましたよね。ここもそうですね。とりゃ。誠の勇者なのに罪などせぬはずだ。そうか。
罪の話したらダメだよ。これは調べられないのか。まこと入社はどこにいるんでしょうかね。はい、ということでここもあるので、そしてね、ここなんですけど、あ、まあ町入ってた方がいいかな。ここにもね、鍵があるんでね、ちょっと高いけどね、まあいいですよ。はい、雨と太陽が合わさるとき虹の橋ができる。古くからの言い伝えですわ。ここもそうだし、この先に住むのは危険だ。よほど体力に自信があるのなら住むがいい。私は地下室を探してる。この城のどこかにあるらしいんだが。ということで、42か、今。7減るんだね。よくここまで入ってきたな。お主ならガライの墓に集まる魔物たちをも倒せるかもしれん。ガライの町へ行き、暗闇の壁を押すがいい。墓への道が開かれるだろう。ということで、ガライのとこもそうですけど、こんなところで死んでられないので、あんたも若いのに大変な旅をしているんだね。せめて私にもこうしてあんたの無事を祈らせてもらうよ。勇者のために祈りましょう。光がそなたと共にありますように。お、いいね。全開した。で、鍵もそうなんですけど、ここね、行けるんですよ。おう、ソロよ。わしには分かっておった。いずれ、ロトの血を引く若者がここを訪れること。この宝箱には、昔、勇者ロトから預かった太陽の石が入っておる。そなたが竜を倒すために必要なものじゃ。さあ、宝箱を開けるがよい。どう？太陽の石。まあ、こんなね、昔はね、貴重だったんで、ソロよ。そなたがこの地に再び光をもたらすことをわしは信じておるぞ。さて、長い間太陽の石を見守り続けて、わしも少しばかり疲れたわい。そろそろ休ませてもらうことにしようかの。いや、タンスがあるからね。タンス持てないか。あ、まあいいよ。これは使っちゃおうか。まあちょうどいいんじゃない。薬草使って上がって、ね、回復して。あ、ないのか。一回開けたらダメか。これ確かなんか、裏技かなんかなかったっけ。わしに太陽の石を預けに来た勇者ロトの姿は今でもはっきり覚えており。そなたには確かに勇者ロトの面影が。この地に再び平和を頼んだぞ、ソロよ。で、ここもそうなんだけど、で、鍵売ってるよね。わざわざね、あんなとこまで行かなくても、一個だけ鍵持ってればいいのかな。鍵が買えるっていうね。それで、今5個あったよね。で、ここもそうだね。いけるね。いけるとこはちょっと行っちゃいますね。ここってなんもないんだっけ。古い書物によると、妖精たちはゴーレムを眠らせたという。我々には理解できない不思議な力が存在するものだな。あとは、ああ、そこか。まず回るとこちょっと全部回ってみましょう。お、魔よけの、え、魔物よけの聖水はいかがでしょう。12ゴールドって。はいはい。それ以上お持ちになれないようですわ。はい。ということで、ちょっと鍵買っちゃおうか。誠の勇者なら盗みはしないって言うけど、なんか盗んだらすごい強くなってるね。ちょっと高いけどね、リムルダール行くの面倒なんで。はい。ということで、行っちゃいます。ですね、ここのね、今、ここの場所なんですけど、こう、ガライの町ね、まあ、パート1であったんですけど、この上の方ですね、洞窟とかありましたね。で、アナトームの左側なんですけど、このね、ガライの町の真下行けばいいかな。下橋があるんですけど、ここを当たると、お、名城脇なんか初ですね。ギラン使ってきますね。だから、ここら辺までは、まあ、一応来れるっちゃ来れるんですけど、この下かな？
お。前回ね、マイラ行った時に、この下の方ね、ちょっとね、実は寄ったんですよね。で、まあ、行けるかなと思ってね。だけど、マイラの近くにも同じような敵いんなと思って、まあ、先そっち行っちゃおうと思って先行ったんですけど、まあ、先ほど言いましたけどね。レベル5とかだったらちょっときついんですけど、6なればね、まあ、装備品しっかりしていれば、案外鉄のさす、手伝えないね、これ、ね。案外、大サソリとか楽なんで、ここか？もう一個先かな。だから弱い時に頻繁に出てきたらちょっと大サソリは強いですよね。ここかな。あんまりこの先行きすぎるとちょっとこのレベルじゃきついので、あ、これだ。この洞窟、ここはね、別に行かなくても多分いいと思うんですけど、まあ、いろいろいいものが起こってると思うので、あ、太陽に、あとでよかったかな。まあいいや。ここは、どうだったっけな。お、ねえだ。まあ、普通のよりちょこっと強いかなぐらいで、まあ、強いよね。まあ、これ2発でいけるぐらいになればいいかなと思うんだけど、まあ、やってればレベル上がると思うので、回復はちゃんと充実させといた方がいいかな。これ確か上回ったらダメだったような気がした。どこだっけな、ちょっとあんま覚えてないよ、さすがに。魔法使いもね、攻撃とかはそんなでもないんですけど、これどこだっけな、下だかな。右の方かな、どっちだったっけな、どっちか正解なんですけど、あ、右だ。2階層になってまして、2階層なってて、多分これ1階になんか起こってたんだっけな、2階かな、起こってんの。まあいいや、くまなく回ればいいと思いますので。あ、上がった。回復しとこうかな。お、いいね。すげえね。力5、素早さ7。だいぶ1ポイント。あ、だけど、お、ラリフォー覚えましたね。ラリフォーも使いようによっては使えますよ。48。これダミーかな。あ、ダミーか。こう多分敵強い。ああ、そうか、こんなもんか。リムガールの近くいたようなモンスターがいいのかな。だから、まあ、ちょうどいいっちゃちょうどいいんですけどね。で、ガライの墓がどとかこうとかつってましたよね。あっちの方が確か強かったと思う。あっちもね、モンスターいるんですけど。まあ、今回行かないです。強いから、あれ。あっ、あっちの方が早いか、これ。あ、大丈夫か。だよね、そんなん使ってくるよね。ああ、こっちの方が早いね。あ、いいね、いいね。回線出た。ドラキーマも強いよね。もう1レベルぐらい欲しいかな。お、宝。あ、いいね。お金結構あんじゃね。あ、もう1000溜まってるじゃん。武器買っちゃってもいいかな。次どっちみちガラインとこ行こうと思うので、まあ、その時でもいいかな。装備揃えるのは。まあこれでもここは多分足りると思うので、まあ無理しなければ大丈夫なんで。自力で出んの怖いかな。大丈夫か。骸骨とかドラキーマとかぐらいだと思うので、まあ、いけなくはないのでね。お金も貯まるし。お。
これ確か一箇所だけ、一箇所かな、多分一箇所だと思うんだけど、扉があったと思うんですけど、別に扉は入んなくても行けたような気がするんだけど。え、この下そうかな。あ、そうだ。これ多分繋がってんですよ、上。確か。まあ全部回ればいいので、ん？右かな？ちょっと回復した方がいいかな。まあ、頻繁に敵出てきますけどね。自分逃げないんで、基本 RPG って。レベル上げるっていうのがあんまないんですよね。勝手に上がってるので、嫌でも。ここが、多分下がね、繋がってんじゃないかなと思うんだけど。ここは確かね、下が繋がってて、上も繋がってんのかな？ちょっと、どうだったかな？多分扉があるんだよね。まあ、いいや、回ってみよう。あ、これ多分部屋みたいなのいっぱいあるかも、もしかしたら。あ、そうだそうだ。お、ドロリ。ドラケー1からいたモンスターだからね、これね。お、ここが、さっきの扉繋がってるかな、もしかしたら。そんな感じだったと思うんだけど。一応戻ろうと思えば戻れるので、キメラの翼ね。あれば、あ、そうだね。だここ開けるとここに来れるので、まあすぐ近くですよね。多分どっかに宝あったんですけど。あ、アドスちょっと強いかな、これ。怖いな。こんなもんか、牛か。あっという間にお金貯まるね。お、メトルゴースト。まあ燃料尽きる前に逃げようかなっていうね。まだ大丈夫でしょう。これ繋がってんのか。まあ右伝いでね、動けば、いずれは、まあ出れるっていうね。迷路の構造上そんなんだと思うんですけど、まあ壁に伝っていけばいいんじゃ、お、だから、お、いいねいいね。太陽の石、後でもよかったかな。
ここだ。ここに多分1個あると思うんですけど。ここの洞窟の名前なんだろうね。ちょっと調べときますね。あ、戦士の指輪。これか。これが、強さを見る。また。力とか上がるのかな。最大 HP49、力27とかだけどね。あ、2つ装備できんのか。なんか上がってる？12も与えられたっけ。ちょっと攻撃力上がってんのかな。ハテナって書いてるけど、なんだろうね。まあちょっと調べておきますね。そうです。あ、鉄の、いいねいいねいいね。ああ、買わなくていいね。ここ回って正解だわ。あ、いいねいいね。で、これ道具手に入れた時、まあいいや、捨てちゃう。もったいないけど。まだ多分アイテムあると思うから。いいね。鉄の盾持ったら、まあ次のとこ行けるってことだよね。だ、武器をもう1段階強くして、2段階ぐらい行けっかな。でも鉄の斧で行こうか。売ってたよね。まあその上も狙えるんだけど、お金的に。まあ順番的に行こうかな。1個のパート結構取ってますよね。だから今回ここ攻略するまでなんで結構あると思うんですけど。8になっかな、もしかしたら。あ、行ってるそばからなりましたね。もう何個かなと思うんだけどね。リエミトとか覚えるかな。まあいいや、人気で出てもいいや、レベル上がるし。まあやられることないんで、薬草こんだけあってレベルここまで上がっちゃえば、多分これ右伝いでいけばいけると思うんだけど。部屋の中とかってあったと思うんだよね。ああ、多分あるよね。こんなの。どこだろうなと。あ、あったあったあった。松明。使っちゃおうか、一個。アイテム持てる数あるよね。これなんか薬草を取って、取ろうと思ったらなかったよね、確かに。さっきね。ラダトームのとこで。だからなんか消えちゃったりしたら嫌だから。これもしかして裏技かも。取れるまで、なんだろう、中入ってるもん違うんかな。なんかそんなようなのもあったような気がするね。今ちょっと思い出したけど。こんなもんかな。全部回ったかな。ただこれごちゃごちゃしてるだけであって、回転するような感じのダンジョンだと思うので、多分これで全部だと思うんだよな。これで戻ってきたら、あ、これで全部かな。お金も溜まってるよね。うわ、2200もある。もう大丈夫でしょ。よし。まあ普通に攻略しながらあとはいけると思いますので、ダンジョン長いですよね。じゃあちょっと出るまで。もうここ出たらもう楽なんでカットします。ガライの町まで行っちゃおうか。次回そこから始めますね。あ、出ました。あとはちょっとね、キメラの翼使っちゃおうかな。あ、いいか、ガライで。あー、そうだね。道具で使ってもいいや。はい、ラダトーム来たので、あとは止まって次回ガライの町行っちゃいましょう。はい、ということで今回これ終わりたいと思います。まあパート2にしてここまで来ましたけど、まだちょっとあるんでね、まあちょっとっていうかあるので、まあゆっくり行きましょう。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターをなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。